とっけび君がくれた愛しい日々は、韓国 TVN の開局10周年特別企画として、2016年12月2日から2017年1月21日まで放送されていたテレビドラマである。日本ではネットで2017年3月17日よりテレビ東京のアジアドラマ枠韓流プレミアで2018年5月21日より BS 富士で同年9月13日より2021年1月25日よりそれぞれ放送されている。韓国トップのドラマ制作会社スタジオドラゴンの作品。Netflixにおいて世界190カ国で配信され、日本でも視聴可能。放送開始当初から大きな話題となり、ケーブルテレビとしては異例の高視聴率を記録し、百想芸術大賞など2017年度の各賞を多数受賞した。また、各話ごとに異なる挿入歌も注目され、中でもAileeが歌った第9話挿入歌はロングヒットを記録し、ドラマを象徴する曲となった。幽霊が見える女子高生、チウンタクは幼い頃母を失い、意地悪なおばとその息子、娘のもとで暮らしていた。ところがある日、トッケビと出会い、自らがトッケビの花嫁であることを知る。トッケビは千年の昔、謀反の冤罪で処刑された武将キムシンが神のいたずらで、処刑に使われた剣を胸に刺したまま現世に止まっているのだった。この世界でただ一人、トッケビの花嫁だけがその剣を抜くことができるのだが、それはトッケビがこの世から消えることを意味する。トッケビ、キムシン、今湯、日本語吹き替え、諏訪部純一900年以上の間、不滅の命を生き続ける高麗の武神。柔らかな眼差しの奥に、悲しみと苦悩を秘めた男。妹や一族を一国の王に奪われ、生き続けている。チウンタク、キムゴーン、日本語吹き替え、松本沙羅トッケビを無に返す、唯一の存在、トッケビの花嫁。不遇の境遇ながら屈託のない笑顔を見せる天真、爛漫な女子高生。唯一の肉親であった母親を幼い頃に亡くし、幽霊の姿が見え会話できる。死神、イドンウク、日本語吹き替え。浜野大輝前世の過ちから自分の名前や過去の記憶をすべて抹消された死神。感情表現が乏しいが実は純粋で天然なキムシンの同居人。サニーに思いを寄せる。かつては一国の王であり、その生まれ変わり。サニー、ユインナ、日本語吹き替え、大井マリエウンタクのアルバイト先であるチキン店の社長。クールに見えて情に熱い。気だるい雰囲気がセクシーな美女。死神を普通の人間だと思っていて、思いを寄せる。キムシンの前世の妹の生まれ変わり。ユドクファ、ユク、ソンジェ、日本語吹き替え、横田大輔トッケビの家臣の末裔、チョヌ財閥の御曹司。親のクレジットカードがないと生きてけない、小生一期で、お茶目な25歳。先祖代々不死のトッケビの傍らで家臣を務めており、祖父の次に家臣を務めることになっている。ユシヌ、キム・ソンギョム・ドクファの祖父。チョヌ財閥の会長。トッケビの家臣であり友であり、肉親のような存在。キム・ドヨン、超人ドクファの秘書。本人は記憶はないが幼い頃トッケビに助けられていた。謎の老婆、赤い服の女、イエルストーリーの要所で神の存在を感じさせる謎の女。チヨンスク。ヨムヘラン・ウンタクの叔母。ウンタクの母親の保険金目的でウンタクを引き取った。パク・ギョンシク、チョン・ヨンギウンタクのいとこ。家族ぐるみでウンタクをいじめる。パク・ギョンミ、チェリウンタクのいとこ。チェテヒ、チョン、エイン野球部員。ウンタクの初恋の人。ウンタクの初恋の人と知り、トッケビは嫉妬することも。幽霊、パク・ギョンへ、ウンタクを連れて行こうとする幽霊。キム・ユラ、コ・ボギョル・ウンタクのクラスメイト。学級委員。キム・スボク、ナムダル・ムシンが、パリであった、不幸な境遇から逃げ出そうとしていた少年。キム・ソン、キム・ソヒョン王妃。真の妹。兄を思い、王の嫉妬心の狭間で犠牲になり死んでしまう。ワンヨ、キム・ミンジョウ。真に嫉妬し、王妃の兄と知りながら、国外に追放しようとしていた。パク・チュンホン、キム・ビョンチョルワン世の氏。自らが権力を握るため、王をコントロールする悪役。キム・ウシク、ユン・ギョンホの部下。信頼の厚い家臣。チヨに、パク・ヒボン・ウンタクの母親。ありがとうございます。